こんにちは、お久しぶりです。今日は2回目の日本ハムさんのミートフルの商品を使って、またミートフルタイムを楽しんでいきたいと思います。ホリデーシーズンということで、私が普段からすごく仲良くしてもらっているお友達を呼んで楽しんでいきます。前回もすっごい美味しいお肉とワインをいただいたんですけど、今回もまた違うメニューということで、今日はいい肉の日です。皆さんもミートフルタイムを楽しんでください。はい、鴨だ。鴨肉です。国産とタイ産鴨肉食べ比べをオレンジワインとともに。おー、オレンジワインいいですね。鴨、なかなか自分じゃ料理したことないんで、鴨肉は。はい、もう一個開けていきます。お、イベリコ豚ベショータ、イベリコ豚の2つのランク、ベジョータとセボの食べ比べを赤ワインとともに、美味しそう。やっていきます。早速作っていきます。まずはソースから、2種類あるんですけど、先にこれはイベリコ豚の方ですね。よいしょ。 OKOK。なんかこの間もトマトのあのみじん切り、プチトマトのみじん切り入ってたけど、あれすごい美味しかったんですよね。バルサミコ酢を 20g 大さじ1と。わあ、すごい美味しそう。でまた味見しだすと止まらなくなるんだよね。よし、いっか。じゃあもうこれはお楽しみということで、人を招いておいて味見をしないって大丈夫なのかって感じだけど、ちょっとシェフに、シェフを信じて。続いてのソースにアップルジンジャーソース。なんかリンゴをすったりせずにこういう切り方で入れるって斬新。さっき切ったリンゴと生姜、あと白ワインビネガーを。お、いい色になってきたのでは。おー、できた。はい、じゃあお肉を焼いていきます。この後はじゃあイベリコ豚からもう下準備をしたので焼いていきます。なんかいい感じになってきた気が。じゃあアルミホイルにあげます。 OK。 これで閉じ込めます。閉じ込めた。 OKOK。 もう一個のイベリコ豚、じゃあ焼いていきます。ライターあげます。焼き色つけていきます。いい感じなのでは。美味しそう。焼けました。盛り付けていきます。こっちがベショータ。美味しそう。こんな感じ。うん、美味しそう。ベショータ。完成。
完成です。こっちがセボ。じゃあ鶏の方に行きますか。赤もだ、行きます。で火にかけてひっくり返します。おーお、いい焼き色。よし、じゃあアルミに包みます。密封密封密封。よしよしよし。じゃあこの間ね、国産も焼いていっちゃいます。よし、じゃあアルミ出します。よし、タイさんに戻ります。で、出して1分30秒ずつ焼きます。はい、これで戻します。タイさんから、熱そう、美味しそうだ。わあ、すごい。はい、ちょっとじゃあ添えちゃおう、これは。OK。 はい、できました。これで料理が揃ったので食べていきましょう。ようやく食べれるぞ。完成しました。大変お待たせしました。あのお友達のうずちゃんが来てくれました。普段からプライベートでもよく遊んでもらってるし、仕事でもたくさんあのヘアメイクのお仕事をされているの で、 で今日はうずちゃんに日頃の感謝を込めて作ってみました。ミートフルの商品でイベリコ豚の食べ比べと、うん、ハモ肉の食べ比べ、うん、あとワインも一緒に飲んでいきたいと思います。カモが こっちで、うん、タイ産と国産、え、なんかよかったら食べ比べをしてみてください、はい、ペアリングっていうのがミートフルにあって、うんうん、お肉とワインをなんか同時に口の中に一緒にしない、別々で食べるのをおすすめしてるみたいな、試してみてください。分かりました。どうしようかな、どっちから。タイさん、タイさんから行こうかな。うん、タイさんの方がね、なんか、うん、小さめ。私もタイさんいただこう、ね、いただきます。うん、おいしい。思ったよりあっさり。なくなったら流し込むという。うん、おいしい。あ、こっちも食べてみますか。特産いただきます。うん、肉厚感がすごい、うん、弾力も、うん、これで、うん、うん、とっても合う。赤はこっちの豚におすすめ、うん、これも種類違う。そう、こっちがセボで、こっちがベジョータ。うん、ソースが酸味あって豚とすごく合う。おいしい。私すごい好きかも、この組み合わせ。
美味しい。燻製みたいな感じの香りする。なんで？ちょっとこっちも食べてみようかな。これは、セボだ。セボ。美味しい。よりあっさりかも。でも柔らかい。美味しい。仕事が最初だよね。仕事で、グラビアの撮影で台湾に行った時に初めましてってなって、でもなんかすごい波長が合うなみたいな勝手に感じてて、気づいたら仲良くなってた。なんでだろう。でもプライベートで会うことになったのはなんでだったんだろう。不思議だよね。覚えてないんだよ。でももうやっぱぐっとぐっと仲良くなったのはもう後藤がすごかったよね、うんうん、そうですね。数ヶ月前にうずちゃんのお誘いで五島列島の福江島に遊びに行って、海入ったり、美味しいもの食べて、あそうだ、鬼岳っていうところに景色見に行って、なんだろう、で夜は飲んで、でもちゃんと寝てね、朝起きてまた海行っての繰り返しみたいな。ご飯作ったりね。ねえ、美味しかった。すごい美味しいパスタ作ってくれて出た、うん、パスタばっかりちょっとここでミートフルのツイッターで普段言えないことを大切な人にこう伝えるっていうテーマで CM とかも、あそう CM も一緒に撮影してたんだけど、だったので、こうファンの方とかからここだけの話っていうのを募集していまして、皆さんから送ってもらったのをちょっと読んでいきますね。家族と当たり前のように毎日笑顔で過ごせることに感謝していますが、家族の前では言葉では言いにくく、いつもありがとうと大好きと言いたいです。素敵やもんなんかね、でもわかる、家族だとすごい恥ずかしくなるんですよね。ねえ、なかなか言えないけど言えるようになりたい。なんかあと何回会えるんだろうとか思ったりしますしね。東京に住んでても、思う。うーん。いやいや、学生時代に友達から借りた DVD を未だに借りっぱなしで、しかもどこに行ったかわからない。あるあるあるよね。なんか不意に出てきて、あこれ返してなかった、今更どうしようとか、逆にあれどこ行ったっけなとか、あるあるですね。はい、続いて、愛する妻へ、実はあんまりお刺身好きじゃないんですこれは言いにくいのか、お刺身出してくれるのかな妻が好きなんです。あー、じゃあここだけの話ですね。本当に内緒にしときます続いて、彼女がお金をかけてネイルして見せてくれるので褒めているけど、正直可愛いと思ったことがないし、むしろ何もつけていない自然の爪が好き本当にここだけの話だ地爪派なんですね、きっと彼は。うん、まあね、自己満ですからネイルは来月ついに弟が結婚します。男兄弟って不愛想なコミュニケーションだけど、最近やっと相談に乗ったりお酒を飲んだり、小さい頃はよく慕ってくれていたのが懐かしい、こっぱずかしいけど心からおめでとう。いい話おめでとうございますちょっとね寂しいけどとっても嬉しいことですよね。おめでとうございます以上です。たくさんありがとうございます。うん、ここだけの話。いやー、どうにかこうにかなって
よかったですちょっとバタバタしてしまったけど、作ってても食べててもすごく楽しかったです。お家で鴨とか食べれるとは思わなかったし、よかったです、大丈夫でしたか？よかった、ありがとうございます。すごい合ってて、これはまた再チャレンジしたいなと思います。そんな感じで、あのミートフルのこのキャンペーンはすごく手軽に注文できるので、皆さんもぜひミートフルタイム楽しんでみてください。はい、うずちゃん今日はありがとうございました。うずちゃんでした。ありがとうございましたありがとうございました。バイバーイ。